はい、こんにちは、プンスチャンネルです。今回はこちら、どでかい箱が届きました。気になるね。タイトルを見てくださった方はもうわかると思うんですけど、こちらのふとあごひげトカゲのスモモちゃん、サイズがね結構大きくなってきたので、今入っているケージからこちらのね大きいケージにお引越ししようと思います。今回はそのお引越し動画になります。最後までぜひご覧ください。それでは早速開封します。まずはね、割れてないかチェックするためにこのでっかい箱を開封していきたいと思います。中は結構厳重で大きいプチプチと、中さらにプチプチでくるまれてますね。いや、割れてないといいな。うちに来た時に何回かね割れてたことがあるので、今回は割れてないことを願う。はい、やっと段ボールから出しました。結構時間かかっちゃった。この中からまたねこの緩衝材プチプチが1枚巻いてあるので、これを開けて割れてないか最終チェックしたいと思います。割れてたら返品交換してもらうと思うので確認したいと思います。実際に過去に割れてたケースもあるので、それは詳しくは別の動画で出しているので、そちらをご覧ください。それではね、これドキドキなんですけど開けていきます。パッと見割れてなさそうですね。外側から見た感じ大丈夫そうなので、このまま開封していきたいと思います。いや、これだけでもね結構ホッとしました。今回買ったのはこちらですね、ジェックスエキゾテラさんのグラステラリウム。サイズは604号サイズになります。うちのケージほとんどねこのグラステラリウムなので、今回もグラステラリウムで揃えてみました。じゃあスモモちゃんに合わせてケージのレイアウト変えていきたいと思います。スモモさん、今日でねこちらのケージとお別れです。だいぶねみっちりしていると思います。今ねかなり狭そうだったので、ここからね新しい広いお家に引っ越したいと思います。ちなみに今使っているこのケージは緑紹介さんのケージになります。スモお引っ越しです。それでは早速レイアウトを変えていきたいと思います。四隅にね止める場所があるので、これをまず外します。これでね簡単に上が取れます。後ろの壁なんですけど、これ実は発泡スチロールでできているんですけど、うちではねこれ使わないので外しちゃいます。あってもねかっこいいんですけど、一時期ふとあごに入れていたら爪が引っかかっちゃって、すごい発泡スチロールがボロボロ取れてしまったので、私は外します。あとねライト類を止める金具、これは後で使います。一度次亜塩素酸水でバーッと拭き掃除します。掃除が終わったらペットシーツを2枚床材に敷いて、先ほどのランプステ、こちらをセットしていきます。今回使っていく保温球のソケットはリバリアさんのランプソケットになります。これね、結構ハサミだけのクリップ式で便利なので、皆さんもよかったら使ってみてください。詳細はね、概要欄に貼っておきます。一度蓋を閉めたらセット完了。ここからね、ケージを運ぶ準備をしていきます。まずはもともと置いていたケージを運び出します。もちろんスモモちゃんはね別の場所に避難してもらってます。意外とね簡単に一人でも持ち運べるぐらいの重さです。グラステラリウムに関してはさすがに重たいので、目線の高さまで持ち上げるには2人がかりでやった方がいいかなって思います。結構ね大変なんですよね一人で運ぶの。はい、ここでね、久々の旦那柴鉄動画登場です。なかなかね、最近出演してないんですけど、意外とね、コメント返しが柴鉄だったりする時があります。はい、そんなこんなで設置が完了しました。割れちゃうといけないので、中あんまりセッティングしてなかったんですけど、ここからレイアウトをやっていきたいと思います。はい、まずは外した保温球、こちらをつけていきます。割らないようにね慎重に回しながら、はい、角度もねこの時にいじれるようだったらいじります。でシェルター、こちらはねスモモちゃんの大好きなシェルターになります。あとね普段から結構しがみついている流木、こちらも入れていきます。はい、これね小さい頃使っていたバスキングストーンなんですけど、
溶岩石出てきてます。これもね入れていきます。はい、ケーブル類とりあえずコンセントに挿しちゃいましょうかね。後ろから回してコンセントに挿していきます。はい、こちらは UVB 紫外線のライトになります。今まで使ってたやつをねそのまんま使っています。せっかくケージが大きくなったのでレイアウトいろいろ変えてはみたいんですけど、最初からねガラッと変えてしまうとスモモちゃんの環境がね全然慣れないままになってしまうといけないので、まずはね今までのものを基本的には使っています。はい、スモモちゃん新しいお家です。慣れてくれるかな。シェルターでねまずは落ち着いてもらいましょう。はい、お部屋の中身こんな感じで完成しました。意外とね中は結構すっきりしちゃってるので、後々ねレイアウトいろいろいじっていってスモモちゃんがね楽しく過ごせるようにしていきたいと思います。キョロキョロしてますね。ちょっとね広さにまだ慣れてなさそうなので、今日はねこのままそっとしてあげたいと思います。はい、お引っ越しから2日経ちました。もうかなり慣れたみたいで、バタバタ走り回ったりとかして元気に過ごしています。バスキングストーンもねしっかり使ってくれているので設置してよかったなって思います。スモモちゃんね昔だったらこれにちんまり座っていたんですけど、まさかねここまで大きくなってるとは、今ねお腹乗せるのでやっとだバスキングストーンの大きさになってしまいました。はい、以上で今回はふとあごさんのお引っ越し動画でした。こんな感じでね、爬虫類に関する情報を夫婦で発信していますので、気になる方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、またねー。